ああ、もう読み終わっちゃった。おや、これはなんだ？わあ、まさに私が欲しかったもの。今日はラッキーだ。これは絶対に使えるぞ。ああ、携帯も必要だな。早速取り掛かるぞ。箱をこう立ててっと。その上に虫眼鏡を置く。次にレンズの周りに穴を開ける。できた穴を丸く抜いて、穴の縁に接着剤を塗っていくんだ。そしてそこにレンズをくっつける。ぴったりフィット。これで準備完了。わあ、もうつまらない新聞はいらないぞ。少なくともこれがあればね。携帯を箱に入れて、そして蓋をする。自分だけの映画館。オペラは素晴らしかったわ、ママ。すごい、見てよママ、私も欲しい。あのホームレス？ああ、プロジェクターね。何か用か？買ってあげるわ、ハニー。売り物じゃないよ。なんですって？私たちが誰か知らないの？さあ、かわいいハニー。私たちに買えないものはないわ。聞いて。うちの子がそのプロジェクターを欲しがってるの。ショーが台無しだろ、どけよ。あっち行け。私たちはどかないわ。カントリークラブの子がこれを聞くまで待っててちょうだい。イライラしてきた。あれ？え？何してるんですか？ママ、何が起きているの？これは予想外。すげえ、無料マジックショーだ。ここはどこ？私たちは何起きているの？パーティーよ、ガールズ、セルフィー。おい、開けろよ。何か聞こえた？一体誰なの？はーい。あんたたち何してるのよ。うるさい子供らとうるさい音楽やめて。私はもう寝るんだから。はあ？誰がばあさんを注文したの？ばあさんだって？よくもそんなこと。見せてあげるわ、ばあさんの力を。ああ！すごい勢い。すっきりしたわ。うん、わかったわ。そんなにしないでもいいのに。入れるんじゃなかった。今の見た？はあ、ねえどうする？見てこれよ。もう使えないわ。怒ったババアがこんなにしたのよ。誰かビートボックスできたりしない？パーティーは終わるよ。さあ行きましょう。でも、最悪。スナックと飲み物はまだあるけど。そうよ、これで全て私のもの。そうだ、こうしましょう。長い段ボールの筒を用意して完璧なサイズだわ。携帯を置いて、その下に線を引く。ほらできた。線の部分を切り抜いて、ペンキも必要ね。この紫大好き。筒の全体を塗って、乾いたら紙コップを2つ持ってくる。それぞれ穴を開けておいてね。筒の両端にはめ込んだら、ちょうどこんな感じ。準備万端。簡易スピーカーシステムの出来上がり。試してみよう。携帯をこのスロットに入れて、音楽をかけるわ。さあ、踊るのよ。こっちの方がずっといい。素晴らしいパーティーだったわ、グレース。これで準備できたはず。あら、はい、ミンディ、やっと来たのね。マジでここに住んでるの？まあいいけど、はい。さあ座って、ゆっくりしてって。ポテトチップスは好き？私大好きなのよね。うん、そうね、ありがとう。お腹減ったわ。あらら、開かないわ。マニキュアしたばかりなのよね。届かない。ちょっとチップスが食べたいのよ。イライラするわね。よし、今度こそ。やだ、私の美しい爪が。あんたのせいよ。待って、待ってったら。落ち着いて、多分直せるわ。このコースターを使うだけ。っていうかこれ、ダンボールの切れ端だけど、見ていてね。テーブルの上に置いて、グルーガンが必要ね。接着剤を端に沿って塗っていく。片方だけでいいのよ。そしてもう片方の端にくっつける。離れないようにしっかり押してね。もう一枚、丸くくり抜いた紙も使って、同じようにくっつけていくだけ。そうそう、こんな感じ。次は正方形の端に丸い厚紙を貼り付ける。真ん中に置くのよ。反対側も同じようにね。そしたら、円に沿ってぐるっと巻いて、この長い口で固定。よし、しっかり入った。円に穴を開けたからスムーズ。そしてさっきの厚紙に突き刺す。完璧。箱の中にすっぽり収まった。ちゃんと固定するために反対側に穴を開けて、ちゃんと回転するかしら。さて、この部分はもうすぐ完成。カットしたディスクも貼り付けたわ。もう2箱作ってね。まだ終わりじゃないのよ。厚紙を切ったら接着剤を塗って、これが土台になるの。固まるまで放置して、ふう、反対側も同じようにね。次に大きくて長い厚紙を差し込むわ。これで箱を置けるわね。こうして綺麗に並べて、うん、いい感じ。できた、チップディスペンサー。うわー、とっても素敵。これにする。あら、取れないじゃない。バカってないわね。今見せてあげる。ディスクを回して、ほら、チップスがカップに落ちるの。わお、とってもクール。爪も傷つかないし、
うん、おいしい。私も小腹が空いてきたわ。自分へのご褒美よ。うん、おいしい。ま、悪くないんじゃない？うん、すごいって言いなさいよ。このディスタンいい感じ。次は何をしようかしら。このおもちゃで遊ぶわ。ガオガオ。負けた。恐竜大好き。とってもクールだもの。きっと最高のペットになるわ。とにかくどこまで話したっけ。そうだ、あら、グレースったら彼女は想像力が豊かね。何かしてあげられることはないかしら。うん、そうね。あら、それはいい考えね。でも高すぎるわ。とても買えない。どうすればいいのかしら。ちょっと待って、代わりに何か作れるかも。必要なのは段ボールだけ。ラッキーね。段ボールならたくさんあるわ。まずはこの大きな箱から、ハサミを持って蓋の端を斜めにカットする。角のところまで切るのよ。反対側も同じくカット。さあ、頼れるグルーガンの出番よ。端に沿って接着剤を塗っていく。慎重に綺麗にね。これで蓋同士がくっつくわ。ここに穴を開ける。もう一つの箱は恐竜の頭みたいにカットして、これを上に乗せてペンキを塗らないと。緑は恐竜にぴったりね。スプレー絵の具ってスピーディーでとっても便利。でもまだ終わりじゃないの。頭の上に接着剤を塗って、このトゲトゲの段ボールを貼り付けるの。いい感じ。後ろの面も同じようにね。てっぺんから一番下へ、こうやって。ここが尻尾になるの。さあ、仕上げに入るわ。ほら、着てみてちょうだい。すごい、私恐竜になっちゃった。ガオー。うー、下がれ下がれ。捕まえちゃうぞ。ああ、恐ろしい。ああ、スパで一日過ごしたい気分。でもどうすれば。ねえ、私のジュエリー見てくれる？ダイヤや金のブレスレットを持っていた頃を思い出すわ。今はもうないけどね。でもそのジュエリーだって素敵よ。いつもママが輝いて見えるもの。優しいのね、あなた。もう行かなくちゃ。バイ、グレース。良い一日よ、ママ。これはチャンス。やっとママのジュエリーを忘れるわね。わお、これを見て。これでモデルみたいになれちゃうわ。他に何があるかしら。このイヤリング見て。指輪もたくさん。すごい。はあ、ただいま。すっかり大人になった気分。ママったらもう帰ってきたの。まずいわ。グレース、ただいま。早くゆっくりしたいわ。どうしたらいいの。もうめちゃくちゃよ。ママきっとカンカンに怒るわ。あ、全然撮れない。スローモードオン。危なかった。行くわよ。見て、最高じゃない。本当にうまくいくなんてね。はい、ママ、やっほー。すごい。彼女は私がここにいるって気づいてないわ。ちょっと待って、この段ボールが使えるわ。これがあれば。こうして手を置くの。そしてその周りに線を引く。手の形を描いてね。絶対うまくいくわ。ママは感激するだろうな。よし、最初のステップは終わりよ。手の形を切り抜いて、それから接着剤を塗る。手のひらにこうやってしっかり塗るのよ。そうそう、こんな感じ。それからもう一方の手形を貼り合わせる。さあ、ペンキを塗るわ。この明るいオレンジ大好きよ。乾くまでしばらく待ってね。丸い厚紙で土台を作ってと。これで完成。ここに置くわよ。やばい、ママのこと忘れてた。ずっとこのままじゃよくないわ。まだやることがあるのよ。もう行かなきゃ。ちょっと失礼。ここ通るわね。あっと、忘れるところだった。バタバタ動き回るとお腹が空くわよね。おやつが必要ってこと、どうすればいいか分かってるでしょ。ママは気にしないはず。いただき。ママはどうせダイエット中でしょ。はあ、疲れた。元のスピードに戻すわね。あら、ママ、一体何が起きているの。こら、私のネックレスに何してくれたのよ。慌てないで、全て予定通りよ。それは何。私のジュエリーよ。それはいい考えね。私の指輪をここに置いてっと。あら、いいじゃない。これできちんと整理整頓できる。あなたが作ったなんて信じられないわ。とっても才能があるのね。そうでしょ。いや、本当に便利でしょね。ご褒美あげなくちゃね。何がどうなってるの。何かおかしいわ。ママありがとう。チョコ大好き。おいしいわ。一件落着。ありがとう、ハニー。ハグしてちょうだい。
よし、ママにいいプレゼント作る。どうだ、見てこの出来栄え。紙飛行機すごいね。私の見てよ、雪の結晶。なにそれ、ウケる。穴開けただけじゃん。そういう自分はただの折り紙でしょうが。お、なんてこと、仕返し。プレゼントが大嫌い。こっちだって。ああ、喧嘩しとるの。もういいだろ、おやめ。うわ、何があったの。ここはどこ。あのヘンテコじいさんの仕業よ。ヘンテコ、激ずてならん。これ、どうじゃ。では、チャレンジへようこそ。ここにあるのはドールハウス。ソファーがないから作るのじゃ。作るってどうやってやれっての。そうだ、思いついた。ソファー見っけ。大きさを測ろう。どこに行ったんだか。私は折り紙のソファー、三角に折って広げて、こっちも同じに真ん中に合わせて角を折って、広げて折り目に合わせて折る。それを真ん中に合わせてよーく折り目をつけてね。反対側も同じように折る。順調順調。これで両方同じに折れた。お次のステップ、さらに真ん中に折る。反対側もね。だんだん硬くなってきた。そしたら少し広げて、こっちの角を合わせて折る。真ん中に合わせて広げて折って、もう一度折る。ひっくり返して反対側も。できてきた、できてきた。よし、広げてもう一度折ろう。長方形になるように、端っこを折り込むと箱のようになる。反対側も同じように。よし、では同じものをもう一つ。それを合わせると、よし、ここは完成。次はこの小さな紙、折り目をつけずに半分に曲げて箱に差し込む。もう一つでアームレストの出来上がり。クッションもいるよね。じゃーん、超かわいい。できたよ、おじいさん。素晴らしいな。隅から隅まで測って、よし、それじゃ計算開始。あの子まだ戻ってきてない。って寝てる。私は出来栄えに満足。このソファーはドールハウスのここにね。お次のチャレンジ、これを作って。よし、できそう。この紙でやろう。紙の船の作り方ね。ああ、でも本物の船がいいな。青い波に白い帆、太陽と風。もう、うっとりしちゃう。ひと夏中ここにいられるわ。また空想で迷子になってる。ああ、もういい加減起こしてあげよう。あ、何？折り紙で船作るのよ。あ、そうだった、やらないと。縦長の方向に半分。いいスタートね。これを返して横に折る。しっかり折り目をつけて、そしたら広げて角を折る。紙飛行機と同じ要領ね。でもここから船にしていこう。こっちを折って、これで船の形、もしくは船長の帽子。次はちょっと難しいよ。全体を広げて潰す。この部分は折り込んで平たくする。そしたら上にこう折って、これで三角形。でもまだ船じゃない。交換して最後の仕上げ。ほら、広げると船になった。いい出来栄え、気に入った。船が2艘、私たちやる。素晴らしいな、2人とも合格じゃ。ねえ、ちょっと待って。
試してみようよ。おい、どこ行くんじゃ。よし、お風呂満タン浮かべるよ。やった、浮いてる、かわいい。あ、だんだん濡れてきた。髪だもんね。爪のお手入れ。お、もう次か。ではチャレンジだ。爪ね、わかった。ネイルセットの出番。そしたら何から始めよう。青いやつ、服にも合ってるし。よし、グルーでつけてっと。どうよ、見てごらん、チャレンジ完了。は？違う違う、そうじゃない。何その爪変なの。もう一度折り紙ね。この角を反対側まで折って、こっちも反対側に、ここも三角に折って、最後も三角に。よし、これを半分に折ったら横に折る、三角形ね。それじゃあ広げて角を折る。それをさらに折って半分に。折る回数が多いけど、折り目はしっかりと、髪が分厚くなってもね。ここが難しい。ここを広げて角を差し込む。これでよし、指が入るんだよ。これじゃーん、この爪どうよ。怖いが素晴らしい。私のネイルじゃダメなの。うわー、その顔見せたいよ。ひどいわ、意地悪。次のチャレンジは何かな。鶴に挑戦してもらおう。どうやって折ればいいのかな。とっかかりが見えない。そうだ、思いついたぞ。イヤホンがある。これを耳にはめたらうまくいく。プレイリスト再生。そうそう、これこれ、このビート。折り始めるよ。まずは三角折り。反対も。次は四角く半分。よく折り目をつけて広げるよ。回転させて同じように。広げたらちょっと難しいけど、折り目を頼りに四角く折りたたむ。真ん中の線に合わせて折って。よし、反対も。上を真下に折り目をつけて、ひっくり返して反対側も同じに。そしたら前に戻して広げたら、ここも難しい。広げて潰す、ひし形に。真ん中に折り合わせて細くして、折り目をつけてつけて、お次は裏返して同じように折る。次のステップは楽しいよ。足のような部分を上に折ってくちばしを作る。あと少し。ハサミを入れて真ん中までずっと。翼を下に折ったら、切った部分をこうやって折る。1、2、3回。ほら、できた。折り鶴足つきバージョン、かわいい。ほら、ぼよぼよ踊るよ。なんていうか、また空想し始めた。ちょっと何してんの。あ、音楽聴いてた。聴いてみて。お、すごい、これいい感じじゃん。私も折っていこうっと。わふう、ダンスよ、鶴さん。よし、私の鶴も踊れそう。見て見て、フロアが湧いてるわ。一体何の騒ぎじゃ。この音楽は一体。わしも踊るぞ。退屈になった。お、じいさん戻ってきた。次は何だろう。お次はお花じゃ。スタート。よし、やり方が分かったぞ。もしもし、次手伝ってくださらない。どうも。
はいどうぞ、こちらにサインを。はい、お花です。まいどり。じいさん、お花ゲットよ。ああ、そういう意味じゃないって。ああ、よし、じゃあ別のやり方ね。んじゃ、これを少し、こっちをもう少し。はーい、ハサミ。これで完成。じゃーん。んじゃそりゃ。またしてもチャレンジ失敗ね。じゃ、私とハサミの番。まずは紙を折って、鉛筆定規で線を引く。そしたら縦に細く線まで切り込みを入れて、端から端までね、広げたら面白い。この部分に糊を塗ったら、こうやってくっつける。緑のストローにもっと糊、先端にたっぷりと。よしと。そしたらストローに紙を巻いて、巻いて巻いて、そのまま巻いて、もう一枚で同じように。いい感じでしょ。はい、お花できました。お、素晴らしい出来じゃ。よろしい。はあ、まあ確かにいい出来かも。なんかがっかりしてる。ほら、あなたにもあげる。お、紫だ。ありがとう。やっぱいい友達。ああ、最高の仲直り。おやつにしよう。おお。うわ、なんで隣に座んなきゃなの。おお。でしょ、すごいでしょ。でもこれは序の口。指を入れてボタンを押すと綺麗なネイルに。いい感じでしょ。わあ、すごい。クラマラスでしょ。残りのネイルもやっちゃおう。おお、私もなんかできるかもしんない。モデリングクレイだ。平らに伸ばして、たまに丸める。そしたら成形。四角くしたら灰色のクレイでソーセージ。これでいいかな。これを青いクレイに巻く。ギュッとするよ。次に顔を作る。とっても可愛いね。こういうのをもっと作ろう。みんな好きなキャラクター。ネイルサロンいらず。すごいでしょ。こっちのネイルの方がすごいって。わあ、どうやったのそれ。色は一味足すぞ。あ、微妙だな。痛いんだけど。おっと、失礼。なあミア、これで元気が出るかもよ。犬好きだろ。ワンワン。わあ、すごい。かわいい。私にちょうだい。お願い。ダメだ。見てもいいけど触っちゃダメだ。イライラする。私もいいもの欲しい。自分だけのエンターテインメント。細かく切った紙をね、こうやって互い違いに折る。このまま何層も作っていくよ。色は変えておこう。心が落ち着く。折り紙みたい。もうすぐ完成。あとちょっとだ。よし。うわぁ、すごいな。確かに面白そう。うん、けど犬はもっといる。ほら、動物好きだ。こっちは猫の顔を描いちゃうもんね。顔のパーツもおひげも、ほら、かわいい。そしたら紙を貼ろう。手作りおもちゃの完成。とっても楽しい。うわ、すごいじゃないか。うわ、近づくな。俺の犬が火を吹くぜ。望むところ、倒してやる。いや、それはどうかな。はい、皆さん、なんだ、ここは動物シェルターか何かか。おっと、落ち着こう。やめなさい。あっちが先に。始めてないし。いや、始めた。それでよろしい。おう、なんだこれは。クールじゃないか。ぐるるる。落ち着け。友達だろう。何？何やってんだ。作業に戻りなさい。服
公平だ。今日は最高だ。あ、ヤッホーマイルズ。あー、羊、こっちへ来て。あれ、私が見えない？眠いな。寝よう。ああ、やっと来たな。朝ごはんです。サックサクのコーンフレーク、お楽しみを。フレッシュなミルクもあります。召し上がれ。これは冗談か？俺を誰だと思ってる。こんなのは食べないぞ。もちろんでございます。何？え？どっから飛んできた？まあいいや、もう起きたよ。おや、あっちでは何が？どうすればいいかわかりました。お菓子はどうでしょう？ほらほら、お菓子ですぞ。うん、お菓子はいいな。くれくれ。もちろんでございます。シリアルに色を追加。そうでなくちゃ。じゃ、あっち行った。良さそうだ。おいしそう。うん、おいしいけどお腹いっぱいだ。もう一口も食べられない。お、ポップイットだ。何かがおかしいぞ。こりゃつまんないな。もういいや。これはどうだ？思ってたより楽しくない。羊、こっちへ来てくれ。ただいま。お、これいいじゃないか。こういうのが良かった。よくやったぞ。お金が必要だ。じゃあ試すぞ。お金を入れてボタンを押すとキャンディーが出てくれ。わあ、超クールじゃん。あの貧乏な子は何してる？うん、空っぽだ。人生ってつらい。キャンディーがいっぱいだ。全部俺の。うん、超おいしい。わあ、おいしそうだ。うん、ひらめいたぞ。シリアルボックスをピンクにした。四角く切り抜くよ。定規を使おうね。次に切り抜こう。次はトイレットペーパーの芯。ペンでなぞるよ。滑らないように場所を固定。そしたら切り抜くよ。さっきの芯も四角く切る。それを切るよ。線に沿って。完璧だ。これを箱にセット。切り抜いた方を差し込んでね。そしたら箱を返す。後ろにフラップ。左下に長方形。小さくね。これも切り抜く。厚紙にグルーをつけて、角度をつけてセット。この厚紙は両側にセット。これも角度をつけるよ。厚紙で箱を作ったよ。これをスロットの下に、大きな四角の上にプラスチックを貼る。楽しくしたいからね。わあ、とっても綺麗だ。準備はできたね。こういうのが欲しかった。最高。ダイヤルを押すとお菓子が出てくる。うん、どこで見つけたんだ？俺も欲しい。羊、取ってこい。早くしろ。何かご用で？一緒に来るんだ。行かなきゃダメ？どうも。どうも。あー、素敵だな。いや、握手はいい。あ、そっか。で、ハンサムだね。そうだろ。それはなんだ？これは私の自動販売機。わあ、すごいな。これ俺のキャンディーマシン。ボタンを押すとお菓子が出てくる。すごいだろう。な？うん、私の機械は空っぽだな。そこがたまに傷。確かにがっかりだ。なんとかしよう。羊。わあ、プニプニおもちゃ。もらった。これ好きなんだ。私も。自動販売機に入れよう。そーら、入れ。いいな。もらった。その調子。そうだ、全部入れるんだ。これで最後。ダイヤルを回そう。回したらおもちゃが出てくる。わあ、すごいな。すごい機械だ。今日は最高だな。もっといい日にしたい？な、何をしてるんだ？羊、SP 呼んで。なんでもないけど、見張ってろ。お楽しみの準備はいい？テディ。いい。こんなに高くジャンプできる。なんてことを。告白人だ。兄？ママ、私のテディを見て。
心配しないで、直してあげるから。必要なのは透明なテープだけ。一部を切り取ったらピンクのペンで色をつける。綺麗にカバーしたいでしょ。次に中央にストローを置いたらテープを折り返すわよ。それからストローに息を吹きかける。ほら膨らんだ。端っこをつまんで封をしましょう。いろいろな大きさのものを作ったのよ。これをくっつけたら修正ペンを使ってテープに書くのよ。まずは大きな円から。次は色を塗るわ。次に目を描く。そして鼻と口。すごく可愛いわよ。上に髪の耳を貼ったらほらできたわよ。とても柔らかくて可愛い。アニーこれを見て。わあ可愛らしい。ギュってしたい。どうぞ。でも気をつけてね。ふう。今日から親友ね。一緒に遊ぼう。ランチよ。それじゃ後でね。バッグどこかしら。ここにサインを貼っておこう。よし営業開始。あら、お客さん。ママ。え、ああクロエ。私の店へようこそ。何か気に入ったものはありますか。時間がないのよ。38ドル今はいいわ。大丈夫、まだまだあるよ。うん、しょうがないわね。フラミンゴかわいい。素敵だけど遠慮するわ。バッグを探してるから。ちょうどいいものがあるよ。今日届いたばっかりよ。私のバッグちょうだい。高くつくよ。お金はないわよ。じゃあダメです。お金もうしょうがないわね。待ってなさい、これで支払うわ。おお、ピカピカだ。ママってばとぼけて。現金だけだよ。急いでるのよクロエ。どうしましょう。ちょっと待って、いい考えがある。ああ、これでうまくいくと思う。この手袋と箱が必要ね。すぐに戻るわ。まず箱を切り分けるところから始めるわね。グルーガンも使いましょう。この部分にグルーの線を薄く引く。これで十分ね。これを大きな長方形に貼り付ける。ギュッと押してくっつけるわよ。あとは同じようにする。端の小さな窓を忘れずに。次は紙切れをくるくると巻くのよ。きっちりきつめに巻いてね。最後は残しておいて、この窓に通すの。いい感じね。正方形の厚紙の端に接着剤を塗るわね。手袋しててよかったわ。箱の一番上に貼っておくわよ。少し小さいけどそういう風に作ったの。さて最後のパーツね。3辺につけたら斜めにつけるのよ。いいじゃない。さあいよいよ飾り付け。サイドにグルーを塗ったら黒い生地で覆う。折り目がつかないように。端っこは少し残しておいてね。白い紙をここにつけたらディスプレイとキーパッドになるわ。数字は等間隔にしておくの。クレジットカードをこうして、ふう、使えるわ。レシートは一番上に出てくる。クロエが気に入ってくれるといいんだけど。試してみましょう。カードは使えますか。わお、すごいよ。どの店にもカードキーがいるでしょ。ビジネス成功してる。じゃバッグを買ってもいいですか。うん、うん、もちろん。そう言うと思ったわ。ここでカードをスライドさせたら買い物終了よ。お買い上げありがとう。どうぞ。やっとだわ、これでいける。あれは何？どっから落ちたの？冗談でしょ。ちょっとどうなってるのよ。需要と供給よママ。クレジットカード用意して。ブルンブルン、キキーブンブン。惜しかったね。避けろ、行くぞ。誰にも止められない。シャンララン、ラララ、部屋に掃除機をかける。楽しいわ。これ以上いいことある？シュップドゥトゥップ、うん、ちょっと待って、アクセルだ。ブーン、イエーイ。早く早く。本当に汚いわね。あれ、全然吸い込んでない。どうしたのかしら。何がどうなっているの。壊れたのかしら。何かがおかしい。そうよね、クロエ。ねえママ行こうよ。ちょっとクロエ、掃除中よ。これはゴミ箱行き。まあいつも台無しにするんだから。あら、ちょっと待ってよ。不公平だよママ。何か企んでる。いい考えがあるな。パーツを切り分けるわ。
それからグルーガンを使うわね。まずはこのパーツからエッジに沿って接着剤をつけてっと。十分ね。次は大きな四角にくっつけるわ。反対側も同じようにしてね。長い段ボールを使って曲げたり形を整えたりできるわね。接着剤で固定したらこれは置いておくわね。ソーダのキャップに穴を開けたらストローを2本通すわよ。ぴったりフィットさせてね。緩んでほしくないから接着剤で固定しましょう。キャップの外側にもね。段ボールの上に開けた穴にストローをこうやって通して脇の穴から出してね。キャップももっと用意してね。ストローに木の棒を通していくわ。ストローより細い木の棒を通すの。ソーダのキャップはどちらの端にもつけてね。それからグルーでくっつけていきましょう。本体にくっつけるわよ。わあ、すごい。これを段ボールの裏側に固定する。仕上げの時間よ。ライトや窓を忘れずに。ソーダのキャップに風船をかぶせたら風船を膨らませて試運転の時間よ。気をつけて。何これ。わあ、すごいよ。気に入ると思ったの。ママありがとう。いいのよ兄。早速遊んでみよう。よし、できた。行くぞ。わあ、楽しい。とっても早いね。あー、そんな、ぶつかっちゃう。おっと、ママごめんなさい。しょうがないわね。やっぱこうなるわよね。やったろうじゃない。いけー。わあ、楽しい。いけー。子育てって大変ですよね。わかります。でも大丈夫。生活をより楽にするライフハックをお届けしますから、情報をお届けするので、いろいろ試してくださいね。いい色のチークね。ああ、誰かから電話だ。答えなくっちゃ。もしもし？あら？本当？信じられないわ。プチプチ。あ、ママが電話してる。私もしたい。あ、そうなの？来ればよかったのに。そうね、また後で。あ、じゃあね。大人になった気分。でも本物の電話が欲しいな。ダメだけどやっちゃう。完全犯罪よ。あら、かわいい兄ちゃん。バレた。逃げなきゃ。諦めないよ。バレないように。あら、メイクしたいの兄。こちょこちょ。かわいいねママ。よし、今度こそだ。あら、ハグしてくれるの。優しいのね。ありがとう。そう、ハグをね。うん、バカバカしくなってきた。ママは準備しないと。全然手に入らないよ。準備完了。手袋をしなくちゃ。よし、完璧なタイミング。早くしないと。そうね、ランチよね。これこれ、すごく柔らかいの。そうしましょう。やっぱ兄、大変。助けるわよ。わ、どうやってやったの？何してたの？兄？ごめんなさいママ。携帯で遊んじゃダメだって言った。ちょっと待って。あれが使えるわ。いい考えがあるの。この箱さえあれば。仕事に取り掛かりましょう。まずは小さな正方形から始めるわよ。簡単なスケッチをするわ。携帯電話の輪郭になるのよ。芸術的な気分だわ。次は詳細ね。キーパッドと。ここまでは順調ね。それから画面を書く。次にこっちも同じようにする。これが電話の反対側になるのよ。絵心があってよかったわ。次は切っていくの。じゃん。この2枚を裏返したらグルーガンを使うわよ。エッジにグルーを塗るの。たくさんはいらないから、この段ボールのストリップをグルーの上に乗せるわ。電話の側面になるの。こうして巻いて、こんな感じで。もう一枚の厚紙は上に乗せましょう。もう一つも同じようにするのよ。形になり始めてる。次はつなぎ合わせるわ。金属のパーツを使って。これでいいわね。段ボールの内側に貼り付けるの。パカッとできるわよ。本物の携帯みたいでしょ。あとは色を塗るだけ。修正ペンから始めるわね。それからピンクのマーカーで縁を囲む。ひっくり返して反対側も同じようにする。次は可愛い猫ちゃんのシールよ。液晶の部分には穴を開けてイラストを差し込むの。完成よ。アニーも大満足ね。
じゃん、見て。あら、間違えちゃった。もしもし、アニーと話したい？わあ、すごいよママ。作ったのよ。本当に？わあ、すごいよ。大事な電話があるんだ。電話出てくれるかな？もしもし、アニー。ちょっと聞いてよママ。笑っちゃうよ。全部話して。お人形楽しいと思ったのに、ママ。どうしたのかしら。今行くわ。クロエ、何があったの？ママに話して。これつまんない。そうなの？ちょっと待ってね。何これ？試してごらん。おお、楽しそう。おいでダッキー。カラフルだね。うん、これは楽しい。これでおとなしくなるかしら。ダッキーが上に上がって。終わった。ママ嘘でしょ。本読みたいのに。今度は何？おもちゃ遊び終わった。あら、上手じゃない。他に何か持ってくるわ。楽しんでゆっくりとね。おお、これはいいね。イラストを合わせるのね。難しくないっしょ。うん、めっちゃ簡単だわ。うん、つまんない。ママ、またやあピカチュウ、調子はどうだい？もうどうしたの？見て、完成したよ。何か他にないかしら。そうね、どうかな。いや、何もない。どうしましょう。待って、あれならいい考えがあるわ。これで問題解決よ。そこで待ってて。段ボールを使いましょう。そしてハサミ、角を切るわよ。カーブをつけたいの。完璧。さあ、個性を出す時間よ。次の部分はマーカーが必要ね。厚紙に小さな四角を書く。それからセクションに分けるの。格子模様にするの。各マスに番号を振っておく。次はこうして切り抜いたら、まず横に置いておくわね。ピンクの紙を用意したら、これを使って正方形に色を塗るわよ。とてもカラフルね。裏返したら、その裏にスティックのりをこすりつける。しっかりくっつけたいからね。これがフレームになるわよ。次に真っ白な紙が必要よ。ハートを描くの。それからピカチュウをスケッチする。ミスはしたくない。クロエもきっと喜ぶわ。プレッシャーも結構かかるけど、早速色を塗るわよ。ピカチュウもお忘れなく。私のチークもローズ色ならいいのに。芸術品よ。さっきのピースをひっくり返したら、糊を塗っていくわ。そうしたらイラストを貼るの。折り目がつかないように。そしたら切り分けてフレームに入れるわよ。こんな感じで並べたら、素敵なパズルになるわよ。よし、準備 OK ね。クロエも気に入るはずよ。ああ、忘れるところだった。パズルを動かしておかなきゃ。クロエ、あなたのために作ったの。ピカチュウ見て、すごいよ。うまくいったみたいね。よし、行くぞ。うん、これは厄介そうだ。これをこっちに動かして、そしてこれを動かす。集中しないとね。はあ、リラックスしなくちゃ。待って、ちょっと確認。よし、いいわね。これで最後。ママ！嘘でしょ？なーに？これ見てよ。ああ、もう完成させたのね。すごいわよ。もう一回やりたい。楽しかったよ、ママ。急いで。二人とも、お利口さんにしているのよ。ママ、バイバイ。じゃあ何しようか。秘密基地に行こうよ。この場所大好き。家の中にいるのに星空が見えるんだ。秘密基地って最高だよね。長い一日だった。早く寝たいわ。ん？今のはクローゼットの中に光？なわけないか、気のせいだよね。あ？やっぱり光がある。隠れなきゃ。モンスターだったらどうしよう。でも何も出てこないけど、モンスターなんて見たことないから。モンスターじゃなくて違うものかもしれないし。勇気を出して。うん、今なら引き返せるけど。ダメ、やらなきゃ。行くよ。ん？何もない。
洋服だけ？でも電気もついていないし、目に見えないだけ？でも絶対にさっきは何かあった！ちゃんと探してみよう！ん？あれは？もしかしてピザ食べてる？うっそ、本当にピザだ！それにそうだ！まるでバカンスみたい！中に入っていいわよ！ピザあげるからさ！本当？じゃあそうする！わお、この秘密の部屋いいね！飾りも素敵！このピザも美味しいし、秘密の部屋に乾杯！最高！今この子にハマっているの。髪の毛可愛くない？ん？あれは？何だと思う？何も見えない。でね、話を戻すと、待って、ほらあそこ見えない？扉の外に誰かいる？嘘、あれは何？怖いよ。中に入ろうとしてるみたい。早く逃げなきゃ、今すぐ。でもどこに？植物の後ろ？植物？見えちゃうよ。通気口はどう？あそこなら見つからない。通気口？なるほど、よし行ってみよう。音聞こえていないかな？ちょっとどいてよ、ここ曲がりたいの。力を合わせないと。ほら、もう邪魔、やめてよ。先に行かせて、掴まないでよ。ねえ、やめて。ストップ、キッチン見て、ここからよく見えるよ。ほら、あの人、影しか見えないけど、一体誰なの？今日は肌寒いわね。カーディガンがあってよかった。なんか話してる、じっくり聞かなきゃ。嘘でしょ？あ、今のはくしゃみ？ママだ、見つかっちゃった。それ食らえ、私って上手。手伝ってくれる？野菜の皮を剥いてほしいの。そんなのやだ、最悪。しかも大きい。ママ本当にやらないとダメ？ゲームの途中だし。もちろん、早くしなさい。もう信じられない、玉ねぎ嫌いなのに。ジェニファー、早くしてちょうだいね。私はここにいるから。はい、ママできたよ。やっとゲームに戻れる。待って、ほらお昼ご飯。休憩してご飯食べたら。野菜お疲れ様。ありがとうね。今度は食べなきゃいけないの？最悪。でもサンドイッチでよかった。最後の一口。お、何してるんだろう。もしもし、はい、そうです。ちょっと席外すわね。やった、今がチャンス。ジュースを飲んだらゲーム再開。あ、待って、あそこにカバーがある。いいこと考えちゃった。よし、秘密の部屋にいれば見つからない。どうもありがとう。食器の続き。あ、この音は何かしら。流しの下、配管がおかしいのかしら。違う。あ、音出しすぎちゃった。静かにしなきゃ。あ、止まった。大丈夫そうね。食器洗いを終わらせないと。私がやらないと誰もやらないからね。まったく。よし、バレてない。ゲーム再開。あのエピソード面白くなかった？洋服も素敵だったし。はあ、ルナ、もしもし、何を見てるのよ。ああ、なるほどね。髪型は確かにかっこいい。あ、来た。ルナ完全にデレデレ。好きなんでしょ？恋しちゃった？え？しっ、声沈めて。もう怖がりなんだから、私が助けてあげる。いいもの持ってるの、任せて。クレジットカード？でもそれでどうするの？見てて、魔法をかけるから。やった、大成功。あら、あらあら、お客様ね。今日は何を占いたいのかしら？ルナの恋の行方が知りたいのよ。好きな子がいるの。いつも持ち歩いている写真見せてあげて。なるほど、若い恋。その写真貸して。ほら早く、占いに必要なの。うふ、確かに可愛い顔しているわね。
ードに聞いてみるわ。あなたと彼の恋の行方ね。どうかしら。ワクワクするでしょ。どうで、なんて書いてあるのかしら。なるほど、最後のカード。あらまあ、二人とも幸運ね。このカードはロマンスと恋を表すの。うそ、信じられない。やっぱり話しかけないと。ほら、あそこにいるよ。勇気を出して。わかった、行くよ。こんにちは。そのカーディガン素敵ね。ありがとう。君の洋服も可愛いよ。言った通りでしょ。あら、大丈夫よ、心配しないで。どちらにしようかな。私。嘘でしょ。もう、じゃあ隠れて、数えるからね。1、2、3、4。よし、見つからない場所はどこかな。そうだ、ソファーの下がいいかも。8、9、10。よし、どこにいるのかな。探してもいないじゃん。隠れるのが下手ね。振り向いたらいるとか。どちらにしようかな。今度も私が隠れる。まったく、今度こそ頑張ってね。9、10。行くよ。この中はどう。やっぱり予想通り。どうしてそんなに早く見つけられるの。いた、やっぱり下手くそ。毎回見つかっちゃうなんて最悪。どこかいい場所ないかな。外で使えるものは何かないかな。どれどれ、何かない。ダンボール、ゴミ箱、郵便ボックス。いいこと考えちゃった。9、10。今度も見つけちゃうからね。もう一回ここに隠れると思ったんだけどな。このポテチ大好き。塩辛くて美味しいの。気づかれた。うん、気のせいね。カーテンの後ろもいないし、上手になってきたみたいね。このレベルやっと超えられた。どこにいるの。本当にわからないし、隅々まで探したのに。もしかして外。これは何。ここにもいないってことは全然わからない。どのくらい時間経った。時計ないんだった。ついにルナの勝ちか。ルナどこ。あはは、やった。面白い顔。私の勝ち。ほら入って。秘密基地があったから私に勝てたのね。それがなかったら勝てないくせに。うわ、この量なんか汚くない。ちょっと待って、これなんだろう。ほら、ちょっとギター持ってて。やった、大型ハンマーだ。いくよ。部屋をリフォームするな。ちょっと何してるの、穴開けてるだけじゃん。でもいいと思わない、広くなるよ。わお、確かにすごい。私にもやらせて。イエーイ、あいた、最高。これでいいかな、反対側に行ってみよう。早くね、今度は私。こっちの方が全然良くない。わお、好きなように部屋が作れるとかワクワクする。もしもし、はい、デザイナーお願いします。大丈夫、すぐ来るってさ。あ、ハロー、完璧な部屋に仕上げたいの。ふむふむ、いろんなことができそうだね。まずはこのデザインどうかな。うわー、素敵、完璧。ダメダメ、もっと違うのない。なるほど、それなら他には。青はいや、悲しい色だと思わない。じゃあレモン色は。まあいいかな。そうだね、さっきのよりはマシ。了解。このプロジェクトの費用はこのくらい。そんなお金ないよ。でもダメ、絶対に払えない。芸術は高くつくからね。それじゃあ自分たちでどうにかするしかないや。行こう。ほら、これなら予算ない。確かにいろいろあるけど、信用して、私見る目があるから。胸像にランタン、あ、これ。
決定。ほらお金出して。はいはい、これでいい？嘘でしょ、全然足りない。あー、お金持ってる？まったくもう。はい、残りのお金あげる。これでいいかな。どうもありがとう。で、棚ごと買ったの？そうみたい。あ、これも忘れないでね。あ、そうだった。じゃあ良い一日よ。見て、買ったマットレス持ってきたよ。ありがとう。広げて。了解、行くよ。わー、いい感じ。ブランケットをかけてみよう。黄色いブランケット、心地よさそうでしょ。でもまだ終わってないよ。ここでグルーガンを使うの。マットレスの下にグルーガンで線を引く。角に少しだけね。準備 OK。 これで固定されるはず。どう、いいと思わない？わお、ナイスジョブ。今度は私の番。棚をアレンジするから、そこどいて。いい？ここに一つとここに一つ。わお、バランス崩れそうになっちゃった。そうだ、上もね。場合によってはベースも。完成！飾り付けしなきゃ。ここから入って。この上には枕を置いておく。フラミンゴのライト、明るくていい感じ。お気に入りの本はここに置いて。観葉植物もね。幸せの気分になる。ふわふわの枕が一番。やった！出来上がり！プライバシーがあって心地よくっていい感じ！本当に！ヴィンテージのレコードをしまわなきゃ。開いてない。こっちも全部使ってるし、私の棚がないじゃない。こんなのずるい。どうしようかな。場所はあるけど棚はないし。古い部屋を見てみよう。ここら辺に使えるものないかな。ん？これってビデオテープ？そうだ、いいこと考えた。よし、試してみよう。こっちにおいで。もう使われていないけど活用方法はあるのよ。ここに置いて、まずは糊を使うの。ここにたっぷりつけたら、別のビデオテープの上に重ねるの。いくつも重ねて組み立ててね。昔は映画を見るために使われていたなんて信じられない。棚の完成。ミラーボールにレコード、完璧。チェスボードも置ける。もちろんランプも。やった、できた。収納にぴったり。何か物足りないな。そうだ、壁にポスター。一つ、二つ、三つ。不気味な空にコウモリ、最高。我ながらいい感じに仕上がってきたと思わない？気に入った。ちょっとだけ昼寝しよう。頑張ったご褒美。おはよう。おお、いつの間にか部屋がもっと良くなってる。おしゃれだね。お茶でも飲もう。ねえ、起きて。朝ごはんのお茶だよ。うん。ダメ。うわ、新しいラグの上にお茶がこぼれちゃった。どうしてくれるの？ごめんね、喜んでもらいたくて。でも大丈夫よ、私に任せて。あった、ほら、テープを使うの。ラグの上にこうやって貼って、いろんな角度と長さにするのがポイント。できた。最後の一枚はここ。ここでスプレーペイントを使うの。そしたら、いろんな色のスプレーでラグを塗る。オレンジに緑。紫もいいかも。マルディグラっぽくない？最後までしっかり塗ったら、乾かしてテープを剥がすだけ。見て、いろんなパターンが出てきた。わお、一気におしゃれになったね。いいラグでしょ？乗ってみて。いい？やった。うん、すごいでしょ。
私って実は天才なの。そうだね。つまらない。ねえジェン、ジェンってば。このコードは、ん？静かにしてくれる？一人で遊んでよ。言ったわね。じゃあ邪魔してあげる。もう少し近づいて。ちょっとやめてよ、向こうに行って。うわ、空中を飛んでった。あ、そうだ、スリンキー準備はいい？行くよ。天井にフックをくっつけたらスリンキーをぶら下げるの。オッケー。こっちにもいくつかセットして、わお、カラフルでかわいい。かわいそうなジェン。何よ、私ポップイットの達人なのよ。でもまあ使いたいなら使わせてあげる。そう、あ、いいこと考えたわ。壁にくっつけたらどうなるかな。やった、いい感じ。他のポップイットも空いている場所にくっつけるだけ。こうやって埋めるようにね。こっち側にもつけてみよう。せっかくだから広げないとね。ここにもつけたら完成。やったー、気に入った。これでいつでもポップイットで遊べるわ。ポポ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 ーン。わお、すごい、楽しいかも。ナイスジョブ。あ、そうだ、いいこと考えた。写真撮ってあげるわ。はい、チーズ。ポップイットの壁は撮影にもぴったりだね。完璧。ほら見て、これとかよくない？嘘、本当だ。それ送って送って。はあ、やっと家っぽくなってきたわ。ん？ジェン、何か持ってきた？どいて、ここに転がすよ。よし、これで OK。 じゃじゃーん、椅子を作ってみたの。うわぁ、可愛くて気持ちいい。どうやって作ったの？卵の箱を集めたら、こうやって重ねるの。しっかりはまるから、簡単に重なるよ。好きな高さになったら横にして、こうやってアコーディオンのように広げたら、円の形になるから、上にフォームを乗せて黄色いブランケットを上にかぶせる。あとは紫色のゴムバンドで固定して、これで完成。椅子の出来上がり。これこそが最高の部屋ってやつよね。本当に素敵になったね。うん、心地のいいベッドにポップイットの壁まで。私の一番のお気に入りかな。それにジェンもアーティスティックな壁とベッドがあるしね。うん、頑張ってよかった。ハイタッチ。